法というのができました。この結果、面接で年齢を聞いたり、履歴書に書かせたり、そういうことができなくなりました。日本でも一応、年齢差別禁止規定はあるにはあります。ただし、例外がたくさんあるんです。一つ目が、そのまま読みますと、長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集採用する場合は例外とされます。つまりは正規雇用であれば年齢差別をしても良いということになってしまいます。これが日本での年齢差別禁止規定のざる化を招いていると言えます。もう一つあるのが、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ期間の定めのない労働契約の対象として募集採用する場合も年齢差別が許されます。つまり、うちの会社は20代が少ないから20代限定で募集しようとか、30代が少ないから30代限定で募集しよう、そういうことが許されてしまうんです。でも考えてみればおかしい話ですよね。20代といってもみんな違います。こういう人が欲しいとか、こういう能力が欲しいっていうなら分かりますが、20代が欲しいってちょっと、理不尽ではありますよね。まあ他にもいくつかあるのですが、例外規定がたくさんあるために日本では年齢差別禁止のざる化を招いているわけです。ちなみに比較的良心的な自治体としては市川市があります。市川市は定年が、60歳ですが、市川市の公務員試験は59歳まで受験資格があり、59歳でも採用例があります。かなり良心的な例と言えますが、やっぱり、日本人である以上どうしても年齢を見てしまう、二言目にはおいくつですかと聞くような民族ですから、どうしても年齢を見てしまいますよね。ですからやはりキャンペーンのタイトルにある通り、履歴書から年齢欄をなくすそれに限るかと思います。さて、年を取ることが楽しみになる、そんな明るい未来を作るために、ぜひとも、賛同、拡散をよろしくお願いします。